皆様こんにちは、絶望ライン校でございます。最近コメントで映像チームがやっているのではないかなど好意的な疑惑の目を向けられ、とても光栄です。今回は本物の映像作家の方にお願いしてみました。ワールドツアーをお送りしてまいりました音楽遊覧行エキゾチッククルーズ、そろそろ別れの時間です。この時間のご案内はサラーム村上でした。いかがだったでしょうか。短い時間でしたが、本日もご視聴ありがとうございました。これよりおまけ動画が始まります。映像作家ソゲンチャです。2日間にわたって撮影していただきました。まずは絶犬と仲良くなってもらいます。絶望荘に人が来るのは珍しいです。光量や画角のチェック、
前半の映像すべてソゲンちゃんにお任せしました。15秒しかないオープニングムービーは4日かけて作り込んだそうです。自分の仕事は大丈夫なのかと心配になります。カメラは2台準備し、風景と人物で分けて使用するとか。まな板は彼が実際に使用しているものをお借りしました。汁物も気合い入れて撮ればいい映像素材になると感じました。味噌汁にもいい表情をしている瞬間があるのだとか。うちの狼さんもカメラの前ではすっかり女優気分です。レフ板を持たされ絶望いたします。こしらえた握り飯、私が取るといつもの感じですが、ソゲンちゃんの取る握り飯はそれぞれが小さな作品のようです。ビールの撮影が一番大変だったかもしれません。いい泡が出るまで何度も注ぎ直し、その度に飲む。こだわりの乾杯シーン。乾杯。酔っ払いにも優しい絶望ライン犬です。可愛いですね。カメラをセッティング中、だいぶ慣れてきたのか、訪問者を捕食せんと味見をしております。昼食は蕎麦を取ったのね、ルパン。フージコちゃん、その通りだよ。喫
つねそばを試食。午後からは場所を移動し、別の撮影です。馴染みのお店をお借りして提灯をつけます。異常なし、酒どころで壺を回転します。酒どころで壺を閉店します。オートマシン先輩によるギター演奏の撮影を行いました。皆様がボンドだとコメントしていたものはジンドでした。ソゲンちゃんのアイデアによりダイナミックな演奏シーンが撮れました。楽しい撮影でした。オートマシン先輩の演奏はサブチャンネルからぜひお聞きください。ソゲンちゃん、素晴らしい映像を本当にありがとう。そしてここまでご覧いただいた皆様、本日もご視聴ありがとうございました。彼は一刀流を使います。